Facebook はアメリカ合衆国のオンラインソーシャルメディア及びソーシャルネットワーキングサービスであり、カリフォルニア州メンローパークに本拠地を置き、その名を冠した Facebook Inc. の機関サービスである。Facebook という名前はアメリカの一部の大学が学生間の交流を促すために入学した年に提供している本の通称である Facebook に由来している。 2004年にマーク・ザッカーバーグとザッカーバーグのハーバード大学のルームメイトまたは同級生だったエドゥアルド・サベリンが創業その後アンドリュー・マッコーラムダスティン・モスコビッツクリス・ヒューズなどが加わった当初は会員はハーバード大学のドメインのメールアドレスを持つ学生に限定されていたがボストン地域の大学アイビー・リーグの大学 スタンフォード大学へと対象が拡大されていった。徐々に様々な大学の学生も対象に加わり、やがて高校生にも解放され、最終的には13歳以上のすべての人に解放された。現在の Facebook ではユーザー登録時に13歳以上であることを宣言すれば誰でも会員になれる。サイトの利用前に必要なユーザー登録を行うと、 個人プロファイルの作成、他のユーザーをフレンドに追加、メッセージの交換、プロファイル更新時の自動通知の受信を行うことができる。加えて、ユーザーは共通の関心を持つユーザーグループへ参加することができるようになる。ユーザーグループは、会社、学校、大学、他の属性で分類されている。また、フレンドを、職場の同僚、 親しい友人といったリストに入れて分類することができる。2005年5月にアクセルパートナーズは1270万ドルを Facebook に投資し、ジム・ブライアーは個人資金から100万ドルをアクセルパートナーズの投資資金に追加した。2009年1月のコンピート .com による調査は、ワールドワイドな月間アクティブユーザー数によるランキングで Facebook を最も利用されている。 ソーシャルネットワーキングサービスにランクした。エンターテイメントウィークリーは過去10年間のベストリストに Facebook を選び、Facebook が存在する前の世界はどうやって元カノにこっそり付きまとったり、会社の同僚の誕生日を忘れないようにしたり、友人をムカつかせたり、スクラビューラスみたいな熱狂的なゲームをプレイしていたんだろう。と述べている。当初は学生のみに限定していたが、 2006年9月26日以降は一般にも開放された。日本語版は2008年に公開。実名登録制となっており、個人情報の登録も必要となっている。公開後、急速にユーザー数を増やし、2010年にサイトのアクセス数が Google を抜き話題になる。2011年9月、世界中に8億人のユーザーを持つ世界最大の SNS になった。 2012年10月、10億人を突破。2012年9月、Facebook のアクティブユーザー数は10億人を超えた。そのうち8.7%は偽物である。2011年5月のコンシューマーレポートの調査によると、サービスの利用規約に違反する13歳未満の子供のユーザーが750万人、10歳未満の子供のユーザーが501万人いる。 2012年において、Facebook は1 8 0ペタバイトのデータを持ち、24時間ごとに0 5ペタバイトのデータが増加している。2012年2月1日に Facebook は最初の株式公開を行い、カリフォルニア州メンドーパークに本部を移転した。Facebook は2012年5月18日からナスダック市場で株式の売却を開始した。 2012年の売り上げ51億ドルによって、Facebook は2013年5月に発行された、フォーチュン5 0 0で462位にランクされ、初めてフォーチュン5 0 0に選ばれた。2012年、ベビー賞を受賞。2016年、第2四半期は、営業利益2830億円、前年同期116%増となった。月間利用17億1200万人を数える。 アイコンカスタマイズ性の点においては、基本的にプレーンテキストのみに対応しているが、Ajax に対応していたり、自分の好きなアプリケーションを選択して追加できたり、するなど、最新の技術に対応している。これらアプリケーションは、Facebook が開発したものよりも、一般のユーザーが開発したものが多い。一般ユーザーが様々なアプリケーションを開発し、Facebook のツールとして公開できることで、 Facebook はそれ自身が持ち備えている性能を超えてサービスを提供することができる。また、モバイル端末にも対応しており、ブラックベリーやアンドロイドなどでは専用ウィジェットが用意され、iPhone や iPod Touch に搭載されたサファリでアクセスすると専用画面でサービスを提供している。iPhone、iPad などの iOS 搭載端末やアンドロイド用のアプリも別途用意されている。 フェイスブック社はインスタグラムが象徴的なように短期の利益よりも投資を優先し利益形状を今のところはしない。けれどもグーグルと並んで世界最大の広告企業であることは間違いない。トラフィックの点で月間約250億の訪問を有するフェイスブックは同770億のグーグルと世界全体のトラフィックの2大巨人である。 当然この莫大なトラフィックは広告収入に直結している。中古品売却や住宅、求人など様々な募集広告を出せる Facebook マーケットプレイス、他のユーザーに直接メッセージを送ることのできる機能もある。また、写真や動画のアップロードにも対応している。容量制限はない。604ピクセルを超える写真に関しては、 長編が604ピクセルになるよう縮小される。Facebook 内の専用ページや外部サイトでの購買活動と連動して自分の友人が何を買ったか、どの映画や音楽を高評価したかなどの形で広告が出るソーシャル ADS もある。創業者のマーク・ザッカーバーグ、創業者のクリス・ヒューズ、創業者のダスティン・モスコビッツ・ハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグはハッキングをして得た。 女子学生の身分証明写真をインターネット上に公開し、公開した女子学生の顔を比べて勝ち抜き投票させるフェイスマッシュというゲームを考案した。これは大学内で問題になり、ザッカーバーグはハーバード大学の半年間の保護観察処分を受けるに至った。2004年、ザッカーバーグはハーバード大学の学生が交流を図るためのセフスックというサービスを開始した。 その数日後、スタンフォード大学やコロンビア大学、イエール大学などの学生からの同じようなサイトが欲しいとの要望に応え、いわゆる IB リーグの学生にも開放した。その後、徐々に全米の学生に開放され、学生生活に欠かせないツールとなった。大学のメールアドレスを所有する大学生のみに参加が限られていたが、2006年初頭には、 全米の高校生に開放し、2006年9月までには一般に開放され、有効なメールアドレスさえあれば、世界中の誰もが利用できるようになった。2004年4月、正式にフロリダ州に LLC として登録。パートナーは、ザッカーバーグ、モスコビッツ、サベリンの3人。コモンのマットコーラーにより、最初に採用されたエンジニアとして、スティーブ・チェンが働く。 しかし、数週間で、ペイパル時代の友達と、ビデオサイトを作ると言って、やめようとする。マットコーラーには、一生、後悔するぞ。Facebook はすぐに大きい会社になるんだ。ビデオサイトなんて履いて、捨てるほどあるじゃないかと説得されるも聞かず、ビデオサイトを作るために去る。ケビンエフルシーがザッカーバーグに、運営に関する知識が極めて豊富なものが必要と。 ジェフロス・チャイルドを推薦する。彼はベリタスをシマンテックに売却し悠々自適な身で、何週間かはコンサルティングに応じるつもりだったが、ザッカーバーグとフェイスブックの虜になり、フルタイムの社員となることで、会社の信用が上がった。ジェフロス・チャイルド曰く、私は連中がデートサイトを作っていると思った。しかし、彼らのビジョンを理解すると、今までのサイトとは全く別物だった。 大学内限定で友達との情報を交換するもっとも効果的なチャンネルを作ろうとしているとしている2006年9月5日ニュースフィードとミニフィード機能を開始2007年10月24日マイクロソフトが広告に関する独占的契約 Windows Live および Xbox Live とのシステム統合を含み Facebook に2億4000万ドルを出資し 同社の株式1.6%を取得した。マイクロソフトは、Facebook の時価総額を150億ドルと評価している。ちなみにグ、Google グは、米ヤフーとともに、米マイスプイスと広告を契約中。マイクロソフトが、ヤフー買収にあたって提示した金額は446億ドルであり、Facebook は、ヤフーの3分の1の市場価値があると見られている。 2007年10月31日、Google がオパンソシャレ IP を公開。Oka と、Salesforce、LinkTwin、Ning, Haigo、Blacks、FriendStar、BioDio オオ、Oracle らが参加。2008年1月25日、Facebook IP JavaScript Client Library を公開したことにより、SNS 業界にとどまらず、IT 業界全体に、 SNS のオープン化に拍車をかける。アプリケーションの総数は約1万7000。毎日約140のアプリケーションが追加されている。2008年5月9日、マイスプイスがダトポートビラティパートナーとして、ヤフー、イーベ、ツイッター、フォートバックットと,と提携。2008年5月10日、Facebook コネクトを発表。2008年5月12日、Google が フレンドコネクトを発表。2008年5月15日、Facebook が Google のフレンドコネクトに対し、Facebook のプライバシー標準を満たさないものとして、接続を拒否する。2008年5月19日、マーク・ザッカーバーグが来日し講演。その場で日本語版が一般公開された。2009年、先行していたマイスクースを追い抜き、 世界最大規模の SNS サイトとなった。2009年9月3日、Windows Live および Xbox Live とのシステム統合に際し、Activity Streams を採用したと発表。2009年11月9日、Microsoft s d k for f a c e b o o k プラットフォームをリリースした。2010年7月22日、アクティブユーザーが全世界で5億ユーザーを突破と発表。 2010年9月24日、Facebook 創設への経緯を描いた映画ソーシャルネットワークが公開される。日本では2011年1月15日公開。2011年9月9日、ビングトラレーターを用いた機械翻訳機能が搭載された。2011年12月19日、本社をパロアルトのスタンフォード研究公園からメンローパークの サンマイクロシステムズは土地に移した。2012年5月18日、ナスダック市場にて IPO。2020年5月6日、Facebook 監督委員会の初期メンバー20人が発表された。ソーシャルネットワーキングを行う基本的な機能の他に、以下のような特徴的な機能を持っている。Facebook Connect は、 外部サイトの希望するページに Facebook とのリンク情報を加えることで Facebook での認証を実行して Facebook のソーシャルネットワークと関連づけることが可能になる機能である。また、こういった外部サイトで Facebook ユーザーが行うことも Facebook へはアクティビティ情報として反映される。Facebook 内には著名人や企業が作成できる Facebook ページがあり、 広告したりファンを集めたりすることができる。元はファンページという名称。登録した人を自動的に分類する。Facebook 内でクリエイターやパブリッシャーがアップロードした動画を視聴し、それをシェアしたりリアクションやコメントをつけたりできるセクション。2020年6月の発表では毎月12億5000万人の訪問者を獲得しているという。Facebook 内で ゲームをプレイしたり、ゲーム動画を視聴したり、ゲーム関連のグループで交流できる、セクション及びアンドロイドアプリ。2017年初頭の時点で、全世界のユーザー数は18億人を超えている。2008年5月、日本語化されたインターフェースを公開。これは、運営側が翻訳を行ったわけではなく、ボランティア利用者が、サードパーティーの翻訳アプリケーションを使っての、 無償作業の成果であった。5月19日、CEO のマーク・ザッカーバーグが日本で記者会見を開き、翻訳に関わったすべての利用者に感謝を示した。同日夜には、Facebook の開発者向けイベント、Facebook Developer Garage 東京が東京渋谷区で開催された。Facebook Inc. は日本国内で Facebook を2007年11月21日に フェイスブックとカオボンを2010年5月25日に商標出願した。日本がフェイスブック更新地域であったのは当初日本語のサービスが極端に少なかったこと、英語版のレイアウトを日本語版がリアルタイムで反映しなかったことなどの問題点が即急には治らないことが挙げられた。こうした点から世界の潮流とは全くかけ離れたところで、 フェイスブックへのネガティブな記事の投稿が日本だけ目立っている。フェイスブックが進出した当時の日本はミクシー、モバゲー、グリーなどの既存 SNS やツイッターに押されて普及が進まず、フェイスブック更新国とも呼ばれていた。前田国広はこれらの要因として日本人と海外との人間関係の数がそもそも少ないこと、既存 SNS がユーザーを抑えていること、 グローバルなネットワークというメリットが日本人にとって弱いことを挙げている。前田はさらに、Facebook のアカウントは実名と本人の顔写真、実社会でのプロフィールの登録が義務付けられているが、それらを誇れる人にとっては有効なのですが、コンプレックスを感じる人にとっては見えない壁を感じると指摘している。さらに、英語でのコミュニケーションができなければ、 メインとなるネットワークの中に全く入っていけません、とも指摘していた。2010年2月、アメリカ以外では、初となる、海外法人、Facebook Japan 株式会社を日本に設立した。日本国内の利用者数は2010年12月で、約308万人。に2011年9月末に1000万人を超えた。2012年に大きく報道され、 日本初の SNS よりも人気が高くなったことが多くのメディアで報道され始めた。2015年12月時点で2500万人と決して低調ではない。2021年1月現在の Facebook ユーザ数は2500万人前後でピークの2800万から減少に入っている。2019年末時点で買収した Instagram には3300万人の アクティブユーザーがいる。中華人民共和国では、グレートファイアウォールによって Facebook への接続規制がされており、類似サービスの人々もが多くのユーザーを集めている。2011年2月時点の Facebook 利用者は70万人となっている。2018年に Facebook は中華人民共和国に子会社を設立したものの、共産党政府は承認を撤回した。 2015年6月現在のユーザー数が約1億2500万人で、ユーザー数はアメリカに次ぐ世界2位である。2010年から2011年にかけて、チュニジアで発生したジャスミン革命では、情報交換のために Facebook が大きな役割を果たしている。Facebook とヤン2 5のハッシュタグの使用を呼びかけるプラカードを掲げるエジプトのデモ参加者。 2011年にエジプトソーランでは4月6日運動と呼ばれるグループが大規模でもヤストライキを呼びかけた。ホスニー・ムバーラク大統領は辞任に追い込まれたことから Facebook 革命と評価した者も,もいた。一方では Facebook は実名登録制なので政府の追求から逃れるためかなで登録した活動家に実名を要求し、あるいは実名公開を余儀なくされた。 活動家が当局に逮捕されるなど活動に水を差す事態も起こった。こうした制約から実際の運動では従来の口コミやビラが主力であり Facebook や Twitter だけがデモを組織したわけではないという指摘もされている。Facebook のセキュリティの脆弱性はたびたび指摘されている。2011年になって HTTPS 常時接続を導入したが、 依然として、携帯電話などのモバイル端末にとっては、最も深刻な脅威を招くサイトと考えられている。タイムラインは2011年9月23日に発表された機能である。当初は2011年10月から開始する予定だった。しかし9月29日、プライバシー保護団体の米、電子プライバシー情報センターが、タイムラインには、 プライバシー上の問題があるとして、米連邦取引委員会に対して調査要請を提出した。また、2009年12月には Facebook がプライバシーポリシーを変更した。これにより、個人情報が利用者に無断でサードパーティーに提供されたことに対して EPIC 他のプライバシー擁護団体や個人が FTC に Facebook を提訴した。この結果、 2011年11月29日、セキュリティやプライバシーに関して誤解を招く表現を使わないこと、プライバシー設定の変更は利用者が明示的に承諾するオプトイン方式を採用することで両者は和解した。タイムラインがはらむリスクを回避するにはプライバシー設定を見直す必要がある。その他、アプリの一つである誕生日について、 ひとたび入会してしまうと知らず知らずに友達に誕生日に入りませんかというスパム勧誘を送り続けてしまう点や iPhone における Facebook アプリが iPhone に登録されている連絡先を Facebook へ勝手に登録し Facebook はその登録先に対して2週間ごとに勝手に招待メールを送付してしまうなどの問題も存在する2013年6月 加入者の個人情報がアメリカ国家安全保障局等により運用されている大量監視プログラムプリズムによりアメリカの情報機関に提供されていたことがワシントンポストやガーディアによって報道される。2013年6月27日、アンドロイド用の公式アプリが無断で端末の電話番号を送信していたことがシマンテックの解析により判明する。 これに対して Facebook は事実を認め電話番号を収集、送信したのはプログラムのバグであると弁明した。収集した電話番号は削除したとされるが、第三者による確認は取れていない。2013年12月からの新機能として、他ユーザーの個人情報画面でアドレスや住所などをリクエストするボタンを謳歌すると、 当該ユーザー側にはその可否を問う小画面が表示されるという情報授受の仕組みが採用された。しかしその小画面内には開示先の名前ボタンの横に友達というボタンも表示される。リクエストを求められた当該ユーザーが誤ってこの友達を押してしまうとリクエストした元のユーザーのみならずすべての友達に対して当該個人情報が公開されてしまう。 2015年11月3日、会席社に勤める男性が、漫画家、和ミトシ子が、Facebook で公開したイラストに、いいねをしたとされるユーザーを人種差別主義者として、球団。氏名や、居住地、出身校、勤務先を、Facebook 上の情報からリスト化して公開した。それらの住所に嫌がらせをほのめかす書き込みが、ネット上に、相次ぎ、問題となった。 2016年、利用者の携帯電話から音声を収集、分析しターゲッティング広告のために使用しているとの疑惑に否定的な公式コメントを発表。2018年3月に個人情報の流出が報道され、2018年4月4日に、それが約8700万人であったと発表した。Facebook の約8700万人に及ぶ、 ユーザー情報流出問題が議会から問題視され、ザッカーバーグが米連邦議会上院司法委員会及び米連邦政府会員エネルギー及び商業対策委員会の公聴会に召喚された。2018年6月8日付のウォールストリート、ジャーナル電子版が Facebook が広告主である日産自動車など数社に対し利用者の友人や 電話番号及び関係の親密度の分析結果などの個人情報を特別に提供していたと報じた。これについて日産は Facebook と連携している同社アプリのシステム変更を実施した際、変更が完了するまで閲覧可能になっていたと説明した。2018年9月28日に個人情報が流出していたことを発表。2018年10月6日に 25万人の個人情報が流出していると報道された。2019年3月21日に2019年1月の社内調査で発見した利用者数億人分のパスワードが暗号化処理を経ずに社内に保存されていた問題を発表。適切な暗号化処理が行われずに保存されていたのは Facebook 利用者数千万人、Facebook ライト利用者数億人。 Instagram 利用者数万人分のパスワードである。Facebook によると、通常はパスワードを判読不可能にする技術を用いて、パスワードを自社システム内に保存しているが、一部の利用者のパスワードは、判読可能な形式のまま保存されていた。これらのパスワードは社外に閲覧される状態ではなかったとし、社内でも不正使用、不正アクセスが行われたことは確認できていないと、 している。この問題は発覚から発表までに修正された。2019年4月18日、3月に公開した f a c e b o o k i n s t a g r a m f a c e b o o k の数億人分のパスワードを過読な状態で社内に保存していたという発表文を更新し、当初は数万人分としていた Instagram のパスワードの数を数百万人分に修正した。アクセスログでは 約2000人がプレーンテキストのパスワードを含むデータに約900万回のクエリを実行していた。2019年4月、2016年5月からユーザー150万人分の連絡先情報、メールパスワードを収集していたことを認めた。ベトナム戦争時の写真2016年9月9日、ベトナム戦争でナパーム弾攻撃の被害を受けて逃げる。 裸の少女の写真に対して自社サイト上で行っていた検閲措置を撤回した。検閲措置に対しては多数の人々から批判が集まっていた。ノルウェー人作家のトム・エーゲラン氏が戦争写真に関する投稿でこの写真を使用したことで始まった。Facebook は同氏の投稿を直ちに削除。これに反発した人々が次々と同じ写真を投稿したが、 フェイスブック側はその度に投稿を削除し続けた。ノルウェーのエルナ・ソルベルグ首相もこの写真を投稿したが、その数時間後に削除された。その後の声明で、児童ポルノに該当するものだとした上で、今回の写真については重要性を認め検閲の撤回を決めたと説明したが謝罪には至らなかった。アメリカ合衆国大統領への検閲2021年1月6日の 連邦議会議事堂襲撃事件を受けて、不正選挙疑惑や暴力を煽る投稿をしたとして、現職のアメリカ合衆国大統領だった、ドナルド・トランプのアカウントを一時凍結した。政権移行が完了する1月20日までの予定だったが、同年2月下旬以降もアカウント凍結は継続中。南スーダンで暮らす少女が、Facebook 上で花嫁としてオークションにかけられ、その後、 11月3日に結婚させられていたと報道され問題となった。オークションが行われた投稿は10月25日に投稿され、その後 Facebook は2週間以上経過した11月9日に投稿を削除したが、その時点ですでに少女は結婚させられていた。2020年1月、ミャンマーのアウンサンスーチー国家顧問の公式ページなどにおいて、 ビルマ語で書かれたミャンマー訪問中の中国国家主席、習近平の名前は、Facebook の自動翻訳機能により、英語で、シュトホルに翻訳してしまった。Facebook 側は、同社のビルマ語の単語帳に、習近平が載っていないから、市から始まる言葉をすべて、シュトホルに翻訳したと釈明し、この事態について謝罪した。キャメロン・ウィンクル・ボス・ショーン・パーカー。ありがとうございます。